インナーテンプルインナーテンプルは、ロンドン中心部シティのテンプル地区にある放送員である。放送員は、ロンドンに4つあり、インナーテンプルはその1つである。放送員は、法廷弁護士の要請、認定に関する独占的な権限を持ち、イングランドとウェールズのすべての法廷弁護士を呼び、裁判官は4つの放送員のいずれかに所属することが、 法律によって義務付けられている。インナーテンプルは、シティの域内にあるが、リバティと呼ばれる、自治体としての地位を持っており、シティの管轄下にはない。ロンドン地下鉄の最寄り駅は、テンプル駅。テンプル協会、キングスベンチウォーククラウンオフィスローインナー、テンプルガーデンズインナーテンプルは、法廷弁護士の育成、認定を行う、非営利の協会組織である。 他の三つの放送員同様に、五世紀以上に及ぶ歴史を持ち、その敷地内に図書館、宿泊施設、ダイニング、チャペル、庭園などを持つ。他の放送員と同様に、インナーテンプルがいつ頃成立したのか、定かではない。インナーテンプルが記録に登場するのは1460年、国権に正式にステータスを認められたのが1608年で、あるが、 インナーテンプルは13世紀前半頃までその歴史を遡れると考えられている。記録に残っている1460年を基準にすると、インナーテンプルは2番目に古い放送員ということになる。ただし4つの放送員は伝統的に同格であり、どの放送員が最古かという論争はしないことになっているので、公式に最古の放送員が決まっているわけではない。 インナーテンプルがあるのは、かつて、テンプル騎士団が開拓し、ザ・テンプルと、今でも呼ばれている場所である。12世紀、テンプル騎士団は、この場所に宿泊施設や食堂、国王が滞在するための建物、貯蔵庫、旧舎そして800年以上を経て現存する、テンプル教会などを建てた。記録によると、 エルサレム総主教のパトリアルクヘラクリアスが1185年2月10日にイングランド国王ヘンリー2世と共にテンプルの開所式を取り行ったとある。王はたびたびテンプルに滞在した。例えば、イングランド王ンは1215年テンプル滞在中に男爵などの貴族から国王の権限の制限と彼らの権利の拡大を突きつけられている。これが同年。 マグナカルタに繋がり、その調印の場には、テンプル騎士団の代表も立ち会っている。このようなテンプル騎士団と、イングランド王室との密月関係に守られ、テンプルはある、種の特区のような形に発展した。この特区は13世紀ロンドンの金融取引の一翼を担うようになる。そして金融取引の増大とともに、テンプルには、放送関係者が住み着くようになった。 しかし、テンプル騎士団は1290年までに、聖地エルサレムを完全に失い、1312年、ビエンヌ公会議で解散を命じられるまで、急速に凋落した。これに伴い、特区としてのテンプルの流星にも陰りが見え始める。テンプルが、金融取引の地から現在まで続く放送要請の、地に変貌した、大きな要因は1339年。 ヨークに移転していた中央法廷がロンドンのウェストミンスターに戻ってきたことにある。1340年代には原始的な放送関係者組織が整備されていた記録があり、そこで法学の講義が行われていた。ところが1381年に起きたワット・タイラーの乱により多くの建物が破壊されしまう。さらに原因が定かではないが、 テンプルにあった放送員が1388年までにインナーテンプルとミドルテンプルの二つに分かれたと考えられている。以来、テンプルの東半分がインナーテンプルの敷地となる。しかし、14世紀のインナーテンプルについては直接的な資料がなく1400年以前にインナーテンプルの会員だったと判明しているのは ウィリアム・ガスコインなどたった5名のみである。15世紀、イングランド北部出身者が多く集まった、インナーテンプルの生徒の多くはジェントリ、または貴族階級出身者で、真剣に放送を目指す者は稀であった。しかし、模擬裁判などを通じての教育や寮での集団生活など現代に続く放送員教育が、この頃形作られていく。そして15世紀後半、 インナーテンプルは最初の黄金期を迎える。イングランド国王リチャード3世の主な法律顧問職をインナーテンプル会員が独占したのだ。16世紀、顧問、老の発展に伴い、他の放送員と同様にインナーテンプルも拡大期に入る。16世紀後半のインナーテンプルには弁護士事務所が100以上もあり、法廷弁護士候補生も150名以上。 在籍していた。しかし、17世紀中盤の1642年、エッジヒルの戦いから、イングランド内戦に発展すると、内戦終結までの4年間インナーテンプルは閉鎖される。18世紀から19世紀にかけては、イギリス帝国の発展、拡大に伴い、インナーテンプルの会員に、イングランド人ではないものが増える。 この頃、インナーテンプル内の多くの建物が建て替えられ、ビクトリア朝風の力強い建築物に変わった。また20世紀に入ると女性にも放送員の門戸が開かれ、1922年に女性初の法廷弁護士がインナーテンプルから排出されている。インナーテンプルで現存する建物で最古のものは、 キングスベンチウォークと呼ばれる1680年頃に建てられたビルである。このビルはロンドン大化後にセントポール大聖堂などを手掛けたクリストファーレンによって設計された。このキングスベンチウォークは英国政府により第一級指定建築物に認定されており法律によって保護されている。またインナーテンプルホールと呼ばれる建物の一部は 中世のテンプル騎士団が建設したバタリーと呼ばれる食料貯蔵庫を部分的に再利用している。クラウン・オフィス・ローと呼ばれる建物群は1882年まで大法官庁の国事部があったことに由来している。父がインナーテンプルで働いていたためか、小説家チャールズ・ラムはこの建物で生を受けている。 インナーテンプルの図書館は1506年には記録に登場する。現在7万冊の司法関係書籍を揃える。この図書館はカナダ、香港、インド共和国、パキスタン・イスラム共和国、カリブ諸国の司法関係書籍も収集している。なお、キングス・ベンチウォークの一棟を除くインナーテンプルの建築物は1941年の ナチスドイツによるロンドン空襲ザ・ブリッツにより大きな被害を受け、図書館にあった多くの蔵書や資料も消失している。このため、現在のインナーテンプルの建物の多くは、第二次世界大戦後に大規模な改修、または完全な建て替えを経験している。インナーテンプルは、ダヴィンチコードなど数々の小説や映画の舞台になっている。 インナーテンプルの敷地には誰でも無料でその敷地に入ることができ、ジェームズ・ピアーズ・ストリート・オービン設計でテムズ川沿いの美しい庭やビクトリア朝時代の建物を見学することができる。英連邦や大英帝国の影響下にあった国々にはコモンローという中世イングランドのプランタジネット町に生まれた法体系を採用している国が多く、 また歴史的経緯からそれらの国々とイギリスの放送の人的交流も盛んである。そのため、インナーテンプルの関係者には英国のみならず、それらの国からの留学生も多い。なお、下記の分類はあくまで主な活躍分野に基づいている。ガンディー、ーありがとうございます。